い、どうもピオキングです。今日もですね、みんなでバトルじゃねえトロールコースやっていきますか。今日のトロールコースは見て、この綺麗なサムネ、この綺麗な星空とともにね、あ、ミスったそれじゃあ早速やっていきますか。なんかクリア率が 0.8%、 最近さ、なんか 1% 未満のコースっていうのをよく見かけて、ギミックが多くてね、結構楽しいんですよね。いや、これ右だね、大丈夫本当に大丈夫かこれ最近なんか初見殺しっていうのかな、あれがね、避けれるようになってきたんですけど、まあ避けた先にまた罠があるっていうね。あ、合ってたっぽくないこれ、合ってない感じですかねこれどうなんだろう。なんか左行ったらハテナブロックもあったんで、ちょっとそっちも見てみる。こっちなんだろうね、いらねえこれさ、パンブロック下から叩けそうじゃない、こう、ほら来た、なんか勝った気分だよで、この青の土管入ったらさ、右か左かなんだけど、右行ってみよっか。右行って、こう。で、ジャンプ。左なんじゃねえかそれじゃあ、ここ左だね。左行って、ここで、開く。なんで、あ、わかった。もう左行って、次こっち行けみたいな。そしたらこっちが開く。オッケーじゃねえだからこれ左行って、あ、違う、右行って左行ってやら左開くみたいな、多分そんな感じね。で、次はどうしよう。あ、上は行けないから、多分このドアにしか行けないからね、このドア入ります。で、あ、かぶったね。うわ、これ Z していいの本当に。まあ、Z するよ、しますよ僕。ほい、うわ、なんか下行かなっぽいんだよな、やっぱりやっぱりそんな感じですか。これはあのカロンの甲羅履いて、まあ、下に行ってね、なんかね、ハテナブロックがあったから、ね、それを叩けみたいな、多分そんな感じだと思うんですよ。だからここ履くでしょ、履いて下に降りる、オッケー。で、左になんかあったんですよ、これをどうしよう、多分キノコが出てくると思うんですよね。だからヒップドロップ、オッケー。いや、待って、早く生き返って、何やってんのあ、これこうしたら取れる、こうしてこう、いや、ダメじゃねえか当たって出す、そしてキノコ取ってからの右に行く、多分これが正解だね。そして次はガリガリに当たってからの、待って、これはじゃあオッケー見た、いや待って、これいや見てねえやん、あ、見てねえやんじゃねえこれ失敗じゃない、大丈夫、ちょっと待ってね、一回これ倒してこのまま右にダッシュしていこっか。あ、これ入れないのか。え、じゃあこれはもうどうしようもない感じですかねこれ。あ、やっぱそんな感じですね。じゃあここは右に行けって感じかな、右行こっか、こっちで正解なんじゃない、そして上え、待って、マジわかんねえ。これ右行ったらダメでしょ、右行ったらダメっていうのは分かったんですけど、このまんま左行ってキノコいつ取んの、キノコはあった、なるほどね、ここでキノコ取れたの、そしてジャンプ、うわ、これで合ってるよね、このドア入ります。ドアに入ったらファイヤーボールを取ったら多分失敗だと思います。待って、左下今ヒント書いてた、見た、あの黒いファイヤーボール、あれなんて言うんだろうね、ファイヤーボールじゃないか、スーパーボールフラワーだったっけ、あれが出てきてるんですよ。だからここのロケットで一回キノコ取るでしょ、キノコ取って多分ここで、そう、このスーパーボールが出てくる、そしてあのボムヘイリーチャッカマンすればいけるはず。いや、よくわかったね僕待って、うわっいや違うだって忘れてたファイヤーボールの存在を。次は失敗しないよ次失敗しない、ちゃんと逃げる、オッケー。そしてここでボム兵に着火してからの左、これでいいでしょ、オッケー。うわ、これチビになっておかなきゃいけないみたいな、そんな感じじゃないかな。待って、もうトロールのやりすぎでもう疑わしいんだけど、全てが。これはスネークブロックに乗って、あれ、ランって書いてるね、なんかこれ走ればいいの、こう、いや、走ったらダメじゃねえか、危ねええ、どこ行くの、どこ行ってんのいや、走れってそういうことか、あのキノコ状態で無敵のまま走れみたいな、そんな感じでしょう。だからね、この土管に入ったら走ってみますね、当たってすぐ走る、こう行けみたいな。で、リンクゲット、で
ってどうすればいいの？あ、待って、リンクゲットしてどうすればいいのこれ。上に行ってみる。上に行って、あ、右上なんかブロックあるね。うわー、ちょっと待って、あのブロックを多分壊していけみたいな、そんな感じでしょきっと。あ、こっちが正解じゃん。待って待って待って、たまたまやった。え、上行ってたらガリガリに当たってたのね。うわ、たまたまだね、よかった。いや、そ、こういうの、こういうのも、こういうあれね。うん、それじゃあここは鍵多分取れないでしょ。やっぱ上がれんね。じゃあ右行くしかないんでね、こっち行きます。そしてここでなんか鉄球出てくる？出てこんね。じゃあ、うお、待って、なんか出てきそう。うわ、そっち、パーじゃないんだって。これは落ちてこいよ。一旦ここ右行くでしょ。右行って、で左、オッケー、多分これでいいね。でここで鍵取ってやられます。じゃあここは右だね、こっちで、ここの破天荒ロックで鍵が出てくる。いや、さっき一瞬でこれを見抜けました僕。何の自慢にもなってね。じゃあここでブラパ出るのは分かりました。なんで走って逃げる、オッケー。で、いや、なんかこっち行かな、まずいっぽいぞ。左でいいか、左行って、いや大丈夫、こっち行こう、逃げよ。あれ。あれれ、とりあえず左下にリンクが出てくるっていうのは分かったんですよね。まあ、あれをどうにかして取らなきゃいけない、まあそんな感じですよね。じゃあここに置っとけばいいんじゃないの、こうやって。ダメだね。じゃあ一旦こっち行って左に行く。オッケー、来た、よしよしよし、これで正解？正解だね。じゃあここのパワーブロックはこうする。そしてこのまま右に行かなきゃいけないね。うわ、なんかさ、危な、バネ出てくるとか思わんかったね。じゃあこれはこのまま右行こっか。上はまずい、もうなんか遅い気がする。あ、正解臭くないこれ、ねえ、なんか正解臭いよね。まあ、ポンはいいんだって。これ上に行く。え、正解じゃないか。じゃあここはね、左、多分こっちにいたらキノコ出てくる。そしてこのまんま土管に入る。いや、多分これでいいよね、こっちが正解だと思うんですけどね。オッケー、このまま右行こう。うわ、待って、このまま右行ってこのキノコは欲しい。うわ、邪魔くせえこのブラッパー。待って、これもうやられた感じじゃない？この土管入ったら多分キノコを取ってすぐ右に行く感じだと思うんですけどね。この辺で取れるの？オッケー、でこっち、いや正解だね。いや、冴えてるよ今日。何回やられてんだって話ですけど、これは右行こう。なんか危ない、あのバネ。うわっ。そっちかよ。え、きなこ、きなこ、オッケー、で左、よっしゃ。で、うわ、待って、え、これでどうすりゃいいの？もう一回、もう一回上に行けみたいな。こっち、もう一回こっち入るよ。こっちしか行くとこないもんね。で右、あー、なるほど、ちょっと待って、ここに隠れよ。大丈夫、ここだ。ここなんか安心だね。地震が起きてもここ安心だね。でこのまま右に行ってキノコを取ります。オッケー。でこれはどっち、下から行ってみる。これ当たらない剣っぽい、なんかそんな気がする。なんでこっちから行きます。手遅れですかね。そんじゃあのキノコを取ったら下に行こう。下に行ってすぐダッシュしてみるね。これで行けるのか、リンク取れる。あ、取れるね。何だったんだろう、走っていけば大丈夫みたいな。それか、あ、下から行ったらあのブラパが落ちてこないみたいな感じだろうねきっと。いや、多分それでね正解だと思うんですけど。なんでよ、ボロングパイプ、このパイプじゃねえってこと。このリンク通ったらさ、左下行けるんだよね。ほら、こっちじゃない？いや、合ってるっぽくない？ここでリンクで爆弾で壊しておいて、あの左の土管に入るんじゃない？いや、多分そうでしょ。いや、こっちっぽい、こっちっぽい。いや、多分正解だと思うんですよね。で、このまま、うわ、弾き返す、よっしゃ、来た、これでブブーブブーじゃねえか。それじゃあ次はね、あの鉄球を弾き返さんでいこう。
リンクのまんまここに追っておいて、このまま右に行くでしょ。そしてここでね、爆弾でブロック壊すみたいな。いや、これだね。いや、今日マジ冴えてんだけど。で、このまま右行って中間ポイント。よっしゃ、オッケー。わ、これはどうしよう。もう積んだ感じですかね。まあ中間ポイント取ってるからね、まあ全然怖くないんですけど。あ、ちょっ、え、なんこれ、あ、びっくりした。あ、ちょっと待ってよ、もう。じゃあこれは一回通り過ぎた後、ここオッケーで右、よし。で、これはもう上しかないもんね。上行きますか。はい。で、上に行って、これはオンオフをしなきゃいけないね。オンオフして、爆弾が壊れての下、このまま何もしない。オッケー。いや、ちょっ、じゃあここ右ダッシュします。ほっ、オッケー、よし。で、このまま上のブロック壊して進みましょう。絶対ファイヤーいるやんか、これ。いけんやんか。じゃあここをファイヤーが出るまで待っておこっか。多分この辺で出たよね。オッケー。で、このファイヤーボール取ってからの右、ちゃっかなー。オッケー。で、このままデカキノコ取っていいのかな。うわ、まずい。やっぱりまずい気がしたんだよな。うわ、これは、あ、やっぱダメか。あ、待って、ワンチャン無理。はい、早く右に行けってことかな。これでいいかな。そして、あ、ここでデカキノコ取った。あぶね。あのファイヤーは取ったらいけないでしょ、きっと。で、このまんまチビになって、うわ、右、オッケー。うわ、絶対これ大砲移動するでしょ。絶対移動する、絶対、やっぱり。もう。あの矢印んとこ行こう。矢印んとこで大丈夫、ここ、オッケー。で、これは左に行ってまた移動すると思うんだよね。いや、大丈夫、なんかまた移動しそうじゃない、これ。うわ、怖え。でも、そうだ。くっそー、分かってて僕これはね、対処しきれないな。ボーン。それじゃあ1回目はこの一番左の矢印のとこ、そしてこのまま右に行っていい。で、2回目は右から3番目、1個左のこの矢印のとこ行こう。オッケー。え、上、こっち、こっちに鍵があんだ。え、もうすぐゴールっぽくない？いや、ここは大丈夫。止まっておいて大丈夫。止まっておいて大丈夫。もう、ここサムネにしていいかな。ボーン！この鍵ドア入ったら左だね。左行こう。オッケー。で、キノコ手に入れて左にダッシュ。これでいいよね。あ、なんか出てくる、あれ。あ、一気アップか。じゃあこのまま進みます。で、これはどうすればいい。左右行こう、とりあえずこっち行こう。でよっしゃ、下がって、下がれよ。バーン。え、じゃあこの土管入るじゃん。土管入ったら左だったよね。左行ってみていい？左が正解だったっけ？あれ？あら、なんも変わんねえ。じゃあここ右行って左行く。多分こっちで合ってる。オッケー。これは？ホールド。上押しっぱで行けってことかな。よし、それじゃあそのまま信じて行ってみましょう。あはははは。うわ、絶対終わった、これ。は？なんだこれ。え？ CP1？ このまんま、とりあえず、爆弾で。いやだ。行きたくないよ。え、マジで？え、待って待って。じゃあどうすればよかったの？うわ、マジや。マジこっからかよ。つら。あ、待って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 、いやゴール、さっきと違うやんか。じゃあこれこのままあれだね、右行ってすぐゴールがある感じだね。さあ出てきて、おいで。ゴール、ゴールはやり直しやんか。ここ
この土管入って右に行ったらね、ゴールがあるんですよね。なんで、ここでゴールを。ああ、もったいねえ。それでは次こそ行くよ。ここまで戻ってきました。さっきの右下の爆弾にはもう引っかからんようにしよう。で、ここら辺で、オッケー。左で待っておこう。オッケーオッケー。そんじゃさ、ここなんか左青い土管あったの分かる？青い土管あったよね。ちょっとそれ入ってみるね。これ今入れたけど、こっちが正解だった。いやー、どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。